ございます。おはようございます。今日なんですけど、はい、いつもね、社長いろんな方と対談したりとか、うん、なんか講義みたいなのをいろんなところでやってると思うんですけど、うん、今日ちょっと僕の知り合いで、はい、本当に神棚のことを何にも知らない、うん、アイドルをね、アイドル、はい、連れてきたので、うん、ちょっと今日初心者向けに神棚のことをちょっと教えてほしいなと思いまして、はい、よろしいですか、少しお時間いただいて。もうね、何にも知らないんで。何も知らない、何にも知りません。楽しみですね。なのでやりましょう。広い心で質問に答えてあげてください。はい、わかりました。呼びますね。いいよ、はい、じゃすいません、お願いします。はい、よろしくお願いします。美里あかねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張しますね。お願いします。どうぞどうぞ、お座りください。ありがとうございます。あかねさん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。本当、神棚に興味あるの？興味はでも勉強したい気持ちでちゃんと来ました。今日来てくれたの？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも神棚って何だと思いますか？はい、私にとっては、うん、おばあちゃん家とかにあるものとしかあんまり印象がなくて。おばあちゃん家ってどこなの？おばあちゃん家は埼玉にあって、うん、あ、埼玉なの？はい。で、おばあちゃん家には、はい、こう神棚ってどんな感じ、こんな感じですか？ちゃんとは見たことないんですけど、うん、まあ、あるなっていう、あるなっていう感じでね、はい、おばあちゃんところにあるけど、はい、おばあちゃん何してるの？神棚に向かってお札が置いてあったり、うん、なんか備え物があったり。あ、何してるかって言われたら全然わかんない。わかんないです。おばあちゃんの後ろ姿見なかった？うん、ね、今あかねさんがですね、このお札、はい、ね、お札って言ってくれたんだけど、これが、まあ、神棚の中、まあ、神棚、ね、これも神棚なんだけども、はい、神棚の中にはお札があるんですね。で、お札、これは天照皇太神宮、ね、天照大御神様、日本の神話の中で、日本の神様の中で一番、尊いっていうか、みんな日本人にですね、はい、信仰されている神様ですね。で、皆さん、どこにこの天照大御神様はお祭りされているかご存知ですか？知らないです。知らないの？はい、修学旅行、高校生の修学旅行で行かなかった？はい、三重県。三重行ったことない。ないの？ないです。うん、これは、三重県ね、まあ、伊勢神宮って呼ばれるですね、まあ、お社っていうかね、あるわけですけど、そこで、お祭りされてるっていうか、お静まりになってる神様ですね。で、これはですね、この神棚のですね、真ん中、ね、このお札、この扉の真ん中に入るのね。はい、で、これは氷川神社って言って、私は中野区に住んでるんですよ。で、中野区の私の生まれ故郷の神社で、産砂神社だとか、氏神っていうのね。で、それはまあいろいろ説明すると難しいんだけど、はい、まあとにかく自分が生まれたところの神社だと思えばいい。自分が生まれ育った神社。はい、で、どこだっけ、生まれて育ったの？神奈川県です。あ、なんていう神社？全然知らないです。でも七五三とかそこでやったのかな？あ、でもよく家族でお参りに行ってたのは氷川神社ってところに行ってました。近くではなかったんですけど。どこ？埼玉県？あ、神奈川です。神奈川にもあるのかな。はい、まあ関東にはね、氷川神社って多いんですけど、特に埼玉県の大宮、はい、そこがですね、氷川神社の、まあ、大元っていうかね、なんですよね。で、これが、自分が生まれたところ氏神、これは私の場合ですね、ここの
向かって右かな、これは右ですね。でこれがまあ氏神、産砂神社って呼ばれるものです。でこちらがですね、向かって左、これ読める？靖国神社。勉強した？これは見たことがある地です。あ、そう、はい、行ったことある？前を通ったことならあります。 あ、まあ、ありがとうございます。はい、これは靖国神社で、ここのね向かって左側が、崇敬神社、ね、ちょっと難しい。崇敬、崇敬意味わかる？わからないです。あがめ、敬う、うん、ね、言い方変えれば私の好きな神社、私が、一番好きな神社。今結構舞神社とかね、舞神様なんていう言葉があるけど知らないね。知らなかったです。まあ舞、神様ってこう今ね、はい、言ってる人たちがいるんですけど、うん、まあ崇敬神社、ね、っていうところがここの左側に入るんですね。うん、で、まあ、私の場合もあのいろんな神様、あのこの崇敬神社ってね、いくつか お祭りしてるんですけど、まあ、あの私の場合でしたらこの代表的にはですね、この、3つの御柱のね神様をですね、お祭りしてると。柱って言ったけど何だか分かんの？柱？柱、柱って何だろう？柱ってどういう字書くの？木偏に、うん、主人公の主、あらみたいな、合ってますか？頭いいね。もうなんか鬼滅の刃のイメージ。鬼滅、ね、柱って聞くと。あ、そうなの？はい、鬼滅の刃も柱って出てくるの？出てきます。結構強い人たちのことを柱って言うんですけど、それ、その字がそれなんですよ。あ、そう、はい、で神様も実は神様を数える時も、柱って言うんですよ。へー、だからそれは鬼滅の刃もそうかもしれないね。でこういうふうにですね、これは三者、三者、うん、この神棚の形のことはですね、三者っていうのはどういうことかっていうと、はい、3つこう屋根があったじゃん、はいはい、で3つ扉があって、3種類の お札をですね、ここでお祭りしたから三者っていうの。じゃあこれはどうですかね。1個一社。ほ、合ってます？頭いいね。おお、褒められた。頭いいね。よかったね。まあここはですね、はい、一社って言うんだよね。でこ、まあ こちらもそうなんですけど、扉を開けるとこうやってお札がこうやって入るようになってるんだよね。でじゃあ一社だから、一つのね、例えば天照大神様だけなのかどうなのかっていう、まあ、こういうお祭りの仕方もありますね。だけどせっかくね、産砂の神様、氏神様が氷川神社だったり、あるいは、靖国神社さんをお祭りしたいっていう人だったら、これをですね重ねて、重ねてお祭りする、ね、こういうこともですね、まあお社の中にできるんだよね。だけどじゃあ茜さんね、はい、これ机の上に今置いてあるんだけど、はい、どっちがいい？に。ギャラもらった。